シャルリーは、フランス、サントルイコールバルドロアール地域圏、シェール圏のコミューン。コミューン内をシェール川の支流エラン川が横切る。13世紀、教区の名はチャーラ湖であり、住民の故障は、チャーラコイズと記されている。教区は、生産フォリアンの言葉の庇護下にあり、管轄するリモージュのベネディクト会派女子修道委員長が、任命権を持っていた。 1485年に小修道院長、ジャクリーヌとブランシュフォールが起点するまで、修道生活に関する何の記録も見つけることができなかった。1626年、シャルリーの領主権を所有していた、ムランポルシェ家は、権利を二層たちに授けた。1793年、二層たちは自分たちの修道院から退去させられ、建物は国家資産として売却された。 教会は、その後、すべての信仰の実施に開かれた場所となった。教会の南側にあった修道院建物は、回廊と礼拝堂を備え5つの建物で構成されていたが、完全に破壊されている。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。それ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。